5枚の折り紙を使って折ります。まずは顔と体の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。 さらに、下側を、この真ん中の折り筋に合わせて折ります。これを開いて、一番上から二番目の折り筋に、下側を合わせて折ります。上下ひっくり返して、 こちら側も同じように折ります。真ん中の折り筋に合わせて折って、それをさらに半分に折ったら、これを開いて、上から2番目の折り筋に下を合わせて折ります。 これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、下側を真ん中の折り筋に合わせて折ります。それをさらに、真ん中に合わせて半分に折って、 これを開いて上から2番目の折り筋に下を合わせて折ります上下ひっくり返してこちら側も同じように折ります真ん中の折り筋に合わせて折ってそれをさらに半分に折って これを開いて、上から2番目の折り筋に下を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。 これも開いたら、これを裏返して、この状態で顔を描いていきます。この折り筋の長方形の中にいっぱいに顔を描きます。まずは角と角を結んで線を引きます。 反対側にも線を引いてバツの字を作りますそのバツの字の線を両側から足して太くしますこちら側もバランスに注意しながら バツの,の字の内側のところに半円状に目を描いていきます。 白いペンでバツの字の部分を塗ります。赤いペンで目を塗ります。さらに黒で目の端と黒目を描きます。 これの折り筋を軽くつけ直してさらにこの角の部分をこのようにつまんで三角を立たせます次に足の部分を折ります 折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋にこの部分を合わせて折ります 上下ひっくり返して、こちら側もこの筋に合わせて折ります。次に、この部分も真ん中の線に合わせて、このように細く折ります。 反対側も同じように折りますこれを縦にして下の先と上の先を合わせて半分に折りますこれを裏返したらこの部分の左右の先を根元から 斜め下に折り返しますこちら側も同じぐらいの位置で折り返しますこれを真ん中の線で半分に閉じますこれを 全部で四本作りますこれを本体と組み合わせていきますこの三角の部分にこの先端をこのように挟み込んでこの位置でホジキスを使ってこの先端の部分を 止めます。隣側も同じように先端を挟み込んで、この部分をホチキスで止めます。反対側も 同じように先端を挟んでホチキスで止めますこちら側も同じように位置を合わせてホチキスで 止めます。次に、このはみ出した三角の先を。ハサミを使って。切り取ります。四箇所とも。余分な先を。すべて切り取ります。 これでメタグロスの完成です。